ポーレ弾いてます。あ、立駒さん、こんばんは。ポーレナイト。次の曲はフォーレのノクターンの5番です。B フラットメジャー、作品番号37番です。アンダンテ・クワジ・アレグレット。アンダンテでクワジ・アレグレットです。クワジっていうのはのようなって意味だっけな。アレグレットっぽいアンダンテっていう意味かもしれない。なんだそりゃ。なんか音符が少なくて嫌な予感がするな。はい、ノクターン5番弾きます。あ、間違えた。
Thank you.
素敵な音楽だったねと思いました。ちょっと疲れた普通に。こんな感じで。ちょっと卒業やってからやめようか。ちょっとテレーって弾いてからのあれします。もうピアノライフは終わりだ。ちょうどあっちのキーボードに移ってる。鳥は飛ぶ、鳥は鳴く、鳥は鳴く、鳥は飛ぶ、あの空だって映ってる、この海だって僕のもの、鳥になった、鳥になって、鳥になってって思う、鳥になった、鳥になって、鳥になったよ、僕は、この日は来た、今に来た、強くて可愛い眼差しに、あなたと仲良くしたいよ、この目は燃える。鳥は流れる、鳥は飛ぶ、鳥は鳴く、鳥は鳴く、鳥は鳴く、あの空だって掴める、この海だって僕のもの、鳥になった、鳥になって、鳥になったって思う、鳥になった、鳥になって、鳥になったよ、僕はこの日は来た、今に来た、強くて可愛い眼差しに、あなたと眼差しに、横の目は燃える、血は流れる。
ですね。よいしょー。何時や ?23 時か。そろそろ作曲をしようかな。俺もユニークな曲をどんどん作っていきたいんで、作っていこうという感じの最近のバトー君です。どう？じゃあね、見てくれた二人にセクシーポーズのサービスをしよう。どう？いや、わけわからんな。じゃあ、また後で作曲配信みたいなのをするんで、まあ、もしよかったらお願いします。